えー、今日もね、中学生相手にあの映画について語ってて、で、ジブリとかアニメ映画とかってどうなんですかって言われて、ね、まあ、宮崎駿、その他、あと細田守とかね、新海誠とか、 うんあの辺見ててちょっと気持ち悪いよねって話になってまあうぶな中学生に注意喚起ということであの宮崎駿のね、えー、真相というか正体というか、まあ、この人ってこういう言われ方してきたんですよ最近はないですけどねっていう感じでちょっと紹介してみましたとまず宮崎駿作品でよくある食事シーンの意味ってこれね何のことかって言うとね三大欲のうち性欲はまあ対象子供だから書けないでしょうで睡眠欲は書いてもつまらないからうん ということで、食欲を満たすことでエクスタシーの意味を登場人物に与えてるとか、例えばご飯を詰め込むシーンが男のあれが女の子のあれに入って、うーんで、子供ができて子作りみたいな。多分ね、それぐらいの意味合いで書いてると思います。宮崎駿は。本当に、この人は、えー。で、次ね、ルパンのカリオストロから、まあちょっとね、ヒロインと問題シーンを見ていこうと思うんですが、まずクラリス、これ中学生から高校生ぐらいの女の子かな。で、島本隅でしょ。 何もももんんて言うかねもうこのね声優を固定して起用するあたりが気持ちが悪いもう本当にいやでおじさま呼びしてたでしょう,うんつまりおじさま呼びされたいんですかって感じで。 もう、これもまた気持ち悪くて、で、なんだろう、奴は大変なものを盗んでいきました。い,いえあの、あの方は何も盗んでおりません。あなたのルです。って言うと、もう、あ、気持ち悪い気持い,い,い。本当にキモい。お前の妄想かよっていう。うん。ということで、これね、クラリス、多分、えー、宮崎駿の願望が詰まってます。多分、こういうのが好きなんですねっていう。で、次、ナウシカは、えー、どっかでね、えーと、ナウシカは胸が大きいって書いて、なんか、何かを受け止めるために胸が大きいとかね、どっかで言ってて、 うん、もうそれ聞いた段階でね、気持ち悪い。本当に。本当に気持ち悪い。うん、こいつ、いい加減にしろよっていう。そういうことをね、なんか変な懲り靴つけて、一生懸命言って、で、最後に言うことが、胸が大きい。うん、何なんだろうね。 本当に気持ちが悪い、えー、ラピュタ、えー、シータね、シータ。えー、あの、ムスカが、あの、なんだっけラピュタの王の姫と王に俺たちがなるみたいなこと言って、シータをね、一生懸命ね、口説いてたシーンあったでしょ、最後の方。うん。ああ、もう本当にね、32歳が少女を口説く。これ、シータって、小学、高学年から中学生ぐらいの子でしょ、これ、どう見ても。それに対してね、あの、結婚を匂わすような発言をする。 させるその発想がもうね、あの、とんでもなくバズってる。いろいろ。いろんなものがバズってる。うん。いや、本当に勘弁してください。宮崎あよ本当にもう、俺、ラピュタ見てからね、うわ、きっしょって本当に思ったね。一番最初見たジブリは確か、ラピュタだったかな。うん。あ、ラピュタ、違う。トトロだ。で、トトロがね、小学生くらいの女の子を描いてるでしょう。 あ、もうこれがね、俺もう無理だと思う。年齢がもう問題、本当に。もうそこまでいったらコミック l ローの世界行っちゃうじゃんかっていう。コミックエロ o とか平気で赤ちゃんとか出してくるからね。いやー、宮崎駿もそこまで行っちゃうのっていう。トトロ見てね。まあでもあの時は気づかなかったんだけど、その後に魔女タクラピュタ、カリオストローって見ていくじゃん。あ、これがジブリで宮崎駿かって。で、クラリスとシータ見たあたりで、うんってなったよ。 ななんか怪しいなってで魔女宅もね今思えばちょっとあったあれキキだったかな中学生ぐらいの女の子なんだけど明らかにねこの女の子に好意的な描写があってまあでもまだ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 普通の人は気づかないレベルなんだけど原作付きだったからねまあ原作に忠実に作りましたみたいな感じだったのかなうんまあ とんんででもなないいけど俺は見読かかららねその原作当然だからまあでもこの魔女宅が一番ねマシなのがねそのロリコン州がねあロリコンって言っちゃったロリコン州がねあまりねかぐわしくないんだよこれは本当にだから魔女の宅急便はまだ見れるしあと松戸絵海の曲のおかげでちょっとねマイルドかなっていう うん、で「暮れないのブッダ」これが一番大問題でなぜか豚に惚れる女が出てくるんだよねなぜか、うん、それもやっぱり15歳くらいの女の子でうん一体どういう文脈で、えー、飛行機乗るのがうまくて正義感があって頼りがいがあってでそれが豚で惚れる何なのそれ意味わかんないしうんでそれがあの豚にさせられたとかいう設定でイケメンの多分イケおじでそれを自分のことだとやって っっってて作ったんんじゃないいですかっていう,、ね、うん「紅の豚ね好きだ」とか言う人ね俺マジで無理俺これ本当に見て気持ち悪って思ったうんなんていうか宮崎駿の作ね書く作品ってちょっと子供魂なところがあるんだよねあの徹底的にリアルな何かを描こうとしないっていうでモノロ置姫もそういうところがあってでまあ戦争とか描いてるはずなのに 死体とかね、そのなんだろう、傷とか、そこら辺の描写が甘いなっていう。で、それが故にいきなり環境問題について語り出すのが、どうもね、描写とテーマが合ってなくて、 でこれどっかから外注してきて適当に語っとるだけでしょうみたいな感じだからどっかで聞きかじった知識をどやっとした顔で語ってるようななんかこう大学生がやりそうな薄っぺらいムーブ潜伏さを感じて「宮崎駿をここでようやく大学生ぐらいの感性になってだから18歳くらいの女の子を、えー、一生懸命描いてるんですか?」ってことになったのかなって俺はちょっとそこを思いましたと。 で次、えー、これがね、大問題。これが一番問題。千と千尋の神隠し。これ。まず、中学生ぐらいの女の子、しかもね、これ一番何が問題ってね、ちょっとブチャイク。ここら辺がリアルだった。ちょっとブチャイクな女の子を、あのちょっといじめて、泣かせて、なめ回すようなカメラワークでずっと映してて5分間ぐらいかな。あれ見て、心の底からこいつ気持ち悪いと思った。うーん そんなにこんなちっちゃい女の子好きなのしかもちょっとぶっちゃいくこれがねあのなんだろうあの奇跡の一枚の頃の橋本環奈とかだったらまだわかるよあ,あと志田未来とかあの辺だったらねまあ本当に可愛いからわかるしあとウクライナ人とかロシア人の中学生小学生の女の子だとわかる本当に可愛いからそれは可愛いうんでもちょっと不細工なあたりの女の子をそうやっていじめて泣かせてで舐め回すようなカメラワークで えー、胸の膨らみとか脇の辺りとかを、えー、見えるように首元とか丹念にうなじとかを、えー、カ,メラカメラワークでこう追っかけますわけよ本当に360度こう映ってるかみたいなね何だろう今そういうのあるでしょうそれをこの当時2001年だったかなこれにこの技術でもってアニメの やってしまいましたっててししままいいたう本当に自分の、えー、性癖、えー、カミングアウトしちゃいましたっていうのが「セントイッチヒーの神隠しで俺はちょっとこれはやりすぎちゃいましたよねっていう。 だから、例えば今やってる僕は、僕たちはどう生きるか、あれもね、もう年取ってね、隠さなくなってるから、いろんなものが出てるっていうふうに聞いてるんだよね。で、俺は、あの、宮崎駿は昔から気持ち悪くて嫌いで、新海誠も気持ち悪くて嫌いで、細田守も気持ち悪くて嫌いで、何に共通点があるかって、あの辺ね、みんなね、ちょっとロリコンが抜けてない、本当に。で、新海誠じゃなくて、細田守に至っては、あの、ロリコンの女の子と俺がえ結婚して、 で10年20年経って子供ができてみたいなとこまで変な妄想が入ってるからマジでこいつキモいなと思ってうんちょっとねあのエヴァンゲリオンの時のね綾波イとえっと僧侶アスカラングレ今式並みとか言うんだっけ うん、あれを徹底的にいじめてでなんかこういろいろやってそれで振り向かせようとする独特の気持ち悪さがあったけどこの人たちのはね何て言うかもっとストレートに気持ち悪いんだよね。うん、エヴァンゲリオンはねなんかこう童貞がこじらせたような気持ち悪さなんだけどこの人たちは本当に性犯罪者のような気持ち悪さがあってまあ本物だなって思ってしまう特にねこの「ハウルと動く城」がもうそうで外側は若いんだけど中はババアっていう。 これがね自分の願望だから今の自分と話が釣り合うのってどうしてもやっぱり年取った女の人になってくるんだけどでも外側だけでも若くならないかなっていうこの発想この発想がこじらすすぎててキモい本当にだから新海誠と細野守もこれからどん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 キモさが出てくるんで皆さん楽しみにしといてください俺一本も見たくありませんとで最後に一本目なんだけど俺はねこれはね俺いいと思うようやったって感じうん もうちゃんと描いたって、お前のその全て完璧な性癖を暴露しちゃったっていう。何がって、生死から着床、それから退治から出戦までをあのきちんと描いてたでしょ、ポニョみたいなのが出てくる時。で、ポニョが出てきていきなり宗ケが好きで、で、宗ケと一緒に2人であの、何世界を救うみたいな話でしょ。これがね 全部のせだったのよ何何から何までがいわゆる棒密ガールもうそうだしロリコンの究極系で若ける若いほどがいいということでもう生死とか胎児にまでいっちゃいましたってでそれが、えー、着床して出産して出てくるとこまでもきちんと描きましたそれがもう完璧にロリコンとしての究極系を描き出したということでこのポレオという作品は俺は素晴らしいと思うようやったって本当にねここまでよう描いたとうん いうことでね。宮崎駿の作品を、えー、もう。 その教えてあげた女の子とかは、これから真正面から見ることができなくなりましたとか言ってね。いや、本当にね、確かに言われてみれば、あの、宮崎駿、やばい描き方をしてるんだよなっていうのなんとなくあって気づいたらしくて、うん、その子も洞察力が強いタイプだから、特にね、千と千尋で気づいたみたい。うん、特に。特に千と千尋。だから皆さん、ちょっとね、千と千尋の神隠し見てみてくださいね。で、その後のポニーを見ると、あっ、 宮崎駿もまともになりましたねってうん感じになりませんと。じゃ失礼します。